さんは可愛いけどうざい。あ？もうちょっと怒られるよ、いろんなところにさ。萌え萌え納豆買った。牛タン弁当です。皆さんこんにちは、小原の部屋へようこそ。今日はゲームをちょっとやっていこうってことなんですけど、何をやるんでしょうか？はい、今日はイヤホンガンガン伝言ゲームっていうのをやってもらいたいと思います。なんでそんなすっごい笑ってるんですか？なんでそんな笑ってるんですか？いや、タイトル考えてなかったんですけど。あ、今考えたんですか。可愛いですね。ルールを説明します。小原さんはまず大音量で音楽をノリノリで聴いていただこうと思います。はい。で、なんで笑ってるんですか。いや、そんなに私面白いですか。なんでもないです。で、その後にスタッフが一人一人ある文章だったり、言葉っていうのを小原さんに伝えるので、まあ音楽を聴きながら、まあ口元とかを見ていただいて、まあ何を言ってるのか当ててもらいたいと思います。で、チャンスは3回あって、1人につき3回喋れるんですけど、まあちょっとスピードを変えてもらって。最初は赤魚あいうえを書きくけこ。赤魚浜やらわですか？間違えました。あいうえを書きくけこみたいな速さで、2回目があいうえを書きくけこ、3回目がもうあいうえを書きくけこぐらいまでスピードを落として3回言えるっていう感じです。可愛かった、今確認しながらこうやって言ってた。はい。で、まあ最終的に言ってると思われる文章をそのまま当てていただくっていう感じです。一つだけ提案していいですか？はい、多分これ一通りやりますよね。特定の人物だけ考えさせるのをやめてもらっていいですか？どういうことですか？ナイスブルーだけ、偉い人か源田さんが考えたワードを言わせてもらうって形です。あの人に任せたら多分こう聞こえてる側でも何それっていうようなことを考えそうだから。猫しか知りません。猫しかよくメイクできたね。一応文章こっちで用意してるんですけど、皆さん言いたいことがある。用意したやつ読んで。用意したやつ読んで。猫があるといいね。じゃあ頑張っていただきます。はい。じゃあ音楽聴いていきますね。はい、ちょっと待ってね。はい。じゃあ準備ができたら手を挙げていただいてもいいですか。はい。でもこれあれだよね。この番組上でこの音楽聞こえてたらまずいだろうから、ちょっと流すからすごい音漏れしてないか聞いてもらっていいですか。はい、でもすごい激しい歌聞いてた方がいいんだよね。そう、できればバラードよりかは。ちょっと待ってね。なんか喋ってくれる？セックスピストルズ。聞こえない。私の音楽聞こえる？聞こえない。聞こえない。マイク通じても聞こえないってことですね。誰から行くの？源田さんのお手本。じゃあ私から。はい。短いやつ？そんなに短くはないんですけど、長くもないです。単語とかじゃないです。一文。ちょっとした一文。悪口言ってくる。実は白髪を見つけたことがあるんですとか、そうね。とりあえず流しますね。流して大丈夫です。あ、ごめんなさい。聞いちゃった。流れてますか？流れてますか？じゃあ。じゃあ行きます。よーい、スタート。小原さんは可愛い猫を2匹飼っていますね。小原さんは合ってる？小原さんは可愛い猫を2匹飼っていますね。最後です。もう一回いきます。どうぞ。小原さんは可愛い猫を2匹飼っていますね。長いよ。小原さんは合ってる？合ってます。小原さんは可愛い猫を、可愛い猫、可愛いけど小原さんは可愛いけどうざい。何2匹飼っていますね。2匹飼っていますね。川に行きました。答えをどうぞ。あ、取っていいです。はい。答えをどうぞ。小原さんは可愛いけど川に行きました。全然違います。何？小原さんは可愛い猫を2匹飼っていますよね。あ、可愛いまでは解読できてたんだ。こんな感じです。可愛いけど川に行きましたって見えて、可愛いけど川に行きました。まあこんな感じです。じゃあ短い文にします。あ、わかりました。はい、ちょっと次に激しい曲を選びますね。日本の米は世界一っていう歌知ってますか？とっても激しい曲なんです。ぜひ検索して聞いてみてください。ちなみにこれはですね、2018年に放送されました遊び遊ばせというアニメがあるんですけど、そのアフレコに行く道中聴いていた曲です。ちなみに木のひながこの曲はいいぞって言って3人で当時聴いていました。はい。誰が言うの？マジかよ。考えたんじゃないよ。開けます。あ？なんか言って。あ、わかんない。好き。終わったの？まだです、まだです。聞こえてないんだ。あらだね。じゃあどうぞ。せーの、はい。お昼は唐揚げ定食を食べました。長くない？もう一回、せーの、はい。お昼は唐揚げ定食を食べました。お肉は辛いけど、それ以降が聞き取れない。もうその時点で間違って。お肉は合ってる？もうちょっとゆっくりいきますね。お昼は唐揚げ定食を食べました。唐揚げって言ってる？導いてくれる人がわかんないんじゃダメじゃんか。え、教えていいの？答えダメだよね。思った。もう一回。お昼は唐揚げ定食を食べました。お肉は唐揚げを食べました。でももっと長いんだよな。惜しいです。でもめちゃくちゃ。お肉は唐揚げ弁当？何？正解よ。お昼は唐揚げ定食を食べました。確かに食べてたわ。食べてたね。今聴いてた曲がさ、日本の米は世界一っていう歌なの。すごいなんか合ってる気がする。すごい米のことについて歌ってる歌なの。ぜひ聴いてみて。驚かれるかな。こういう曲を小原さんが聴くんだってぜひ調べてみてね。あ、じゃあ次かぐや様のラブイズショー聴いてよ。次誰ですか？トーマさんです。はい。ほい。天にあまねくミルキーウェイ。はい。天にあまねくミルキーウェイ。絶対違う。アイマスク3つで200円って言われて最初は見えたの。でも2回目「はい」って言ったらアイマスクは消えて違うことを言ってるように見え。ちょっと待ってね。はい。天にあまねくミルキーウェイ。レンジにはまってる緑すってレンジにはまってる緑すって読めのに。私アニメでさ、独身術講話が読めるキャラクターをやったことがあるんだけど、むずいな。何？レンジにはまった緑酢って何？絶対そんなこと言ってないよね。もう一回最後。天にあまねくミルキーウェイ。いかがでしょう？答えは。電池3つで水切ってよ。電池3つで水切ってない。え、なんで？クミルキーウェイ。おー、ちょっと怒られるよ、いろんなところにさ。電池、天に、ああ。レンジが。レンジ、天に、ああ、でも口の動きは読んでるんだ。え、天にあまねく、どこまで言ってる？ミルキーウェイ。天にあまねくミルキー。なんて言ってましたっけ、私。字にはまった。ちょっと待って、東映さんの何人かとか見てるのよ、共演者とかさ。この人キュアミルキー大して大事にしてないんじゃんとかって思われたらやだ。大事にしてます。テロップ出しといて、小原好みはプリキュアを大事にしてます。入れといて。次これ聞くね。仮面ライダー電王の主題歌知ってる？もう私が15歳の時だからだいぶ前ですね。マスク外してくださいね、長嶋さん。わかんないですよ。絶対わかんないようにしようと思ったんですけど。はい、今すぐ言うか。見えます？正面で。小原の部屋は楽しいですか？わかりました？わかんない。やばいこと。やばいこと。源田さんにだけ。でもマイクつけてんねんな。絶対萌え萌え納豆カッターって聞こえた。なになになに。ただの変態じゃないですか。萌え萌え納豆カッターって何。昔はメイドカフェでやったことありますけど、萌え萌えしたやつ。はい。小原の部屋は楽しいですか。小原の部屋は楽しいですか？おお、正解です。誰だよ、萌え萌え納豆カッターだって言ったやつ。でも萌え萌えって見えた。あの店。でも楽しいですじゃないんだ。疑問系で聞いてきたの。楽しいです。萌え萌え納豆カッターみたいな気分の時もあります。どういう時？出す、なんか今日言ったワードのアクリルキーホルダーとか出す。萌え萌え納豆カッター。なんだっけ、さっきのなんだっけ。ね、パンタントリス。もう誰がさ、グッズ出してつけてもさ、誰のグッズってわかんないよね。下手したら私たちも半年後ぐらいには忘れてそうじゃん。次は偉い人ですか。夕飯は牛タン弁当です。びっくりしてる。はい。夕飯は牛タン弁当です。なんて聞こえましたか。鶴川に滑り込みでなんとかって言って、鶴川に飛び込むのやめなよ、やめなよねえ、改めた方がいい。まだ謝っちゃダメだよ。まだこの番組でやりたいことあるよ。絶対鶴川も違うんだよな。ちょっと待ってね。夕飯は牛タン弁当です。なんて言ってました？不安は。桑は純平って聞こえたな。桑は純平。だからさっきの言葉とつながって純平が不安でする川に滑り込みで何するの今言えたからいいか。じゃあもう最後に1回だけ。はい。夕飯は牛タン弁当です。夕飯は牛タン弁当です。では答えをお願いします。こういうゲームじゃないよね。あっち見てて。一番最初に聞き取ったのなんだっけ。全部ひらがなで書いちゃうね。さっき聞こえたのが駿河湾に滑り込みで、その次に聞こえたのは不安は順平って聞こえて。その次に聞こえたのは油断は湯たんぽだったって聞こえて、湯たんぽで油断して順平に何かされて駿河湾に滑り込みで何した。答えはない。夕飯は牛タン弁当です。ああ、夕飯駿河湾夕飯、ああ、不安、油断、ああ、なんだっけ、夕飯は牛タン弁当。湯たんぽはまだわかるね。牛も牛だから入りはわかるけど、牛です。そんな真剣に解読するもんでもないよな。じゃあ最後、視聴者の皆さんに小原さんから問題を出していただいて。さっきは決めていたのがあったんです。源田は可愛いって言おうって決めてたんですけど、あまりにも私が全然解読できないからてかすごいワードが誕生してるから、どうしよう。いきます。もう一回いきます。はい、こちらを解読できた方は答え合わせはイベントでします。イベントで無事当てれたら、あ、考えておきます。だからイベントまで何か考えといてください。そこで答え合わせするのでっていうコーナーを作ります。今決めました。なので長いシンキングタイムがこれから始まります。当たったらどうしよう。握手するか。わかんないけど、多分当てれる人は1人、2人いるんじゃない？そんなに難しくない。こんな風にはならないと思う。繰り返し見れるしね。うん、当ててみて。ということで楽しいので皆さんやってみてください。なんか紹介した歌とかも。よかったら聞いてみてください。すいませんでした。またねなんかすごい体が生き返ったわ。ポカポカしました。目が覚めた。覚めたよ、あんないっぱい魔法のワード出てきたら。萌え萌え。納豆買った。それが一番面白いね。はい。なんか出るじゃないですか、頭に言葉って浮かんだ時に、なんかこれだっていうワードと。なわけねえだろっていう、なんかいろ